敵が増えた。ここはまだ今行くとこじゃないのかな。どっかが噛み合ってない。これで向こう側も動くとか。もうちょい俯瞰してみるか。あそこが稼働することで。なんか変化を起こせるかな。今んとこ起こせそうないんだよね。全然わからん。とりあえず止めれるから止めてみるか。あ、ちょっとわかった。これ差し込むんじゃない。これも ここで奥にズボッと。おっ、ああやっとや、やっとなんか動いたわ。んで奥が動き始めると、突起が見つった宝箱だよね。どこにあったっけ。どっかにあった気がするんだけど、ゲルドのナイフ。されてない。ナイス。ああ消えた消えた。まあいいや、消えてもいいわ。んでこれはどう使うわけ。とりあえず伸ばそうか。何に反応してんのこれは。何かに反応して扉が開いてる。あ、おそらくあの電源の線だろうね。あれがあそこと交わった時に止めれないよね。あ、これで止まるんか。でも多分こいつもね、ここに入れると思うんだよな。違うかな、なんか形的に合わなそう、合わなそうだけど無理やり入れてみよう。あれも気になる。ほっ
とりあえず収まった。何これ、これって接続しないんじゃない、単純に。おりゃおりゃ、あ、そうか、接続しなくてもいいか、こっち側にかませれば回るから逆回転の方がいいね。こうやればいい。で、かん。いて。そう。んで、ここで、真下になったら抜く。あかん。電気だ、電気、今だ今だ、これ閉じ込められるでしょ。ああ、なるほど。なるほどって、一個も見てなかった。そういうことね。あそこが最後か。よし、だんだん分かってきた。だんだん分かっ。よ。でかいのが来たな。忘れたな、しまった、死ねないっていうかダメージ食らえは食らえない。進めないんだよ、普通に。はい、あれが
と俺もどうしてるか。また出た。何これ。あ、またある。突き刺さるやつ。入った。とりあえず入った。これで宝箱ゲットか。なんとかかんとか進んでるね。あ、閉じ込められた。何これ、何これ。ほっ。よし。爆弾や。使うんか。超回転してるんですけど。めっちゃ速い。あのプロペラに爆弾を送り込んで壊す的な。これは何なんだ。うーわ、なんでプラスじゃないの。ついてるなと思って。Thank you.
これで向こう側に行けるとかかな。それしかないな。これを止める意味が考えられないからな。まあ行けるっしょ。行くしかない。あ、届かん。あ、そうか、逆回転してる。おおおお火山変わった、ナイス。そういうことか。こういってで逆回転でもこういけと。OK。で、止めて向こう行けと。よし、よし。いいんじゃないですか。